本当にいつも以上にすごいシビアで、全部ピンチの連続だったんですけど、でも、打った時もすごい楽しかったし、まあ、今日ずっとここにいたんですけど、すごい自分の中でもいろんなものを見つけ出したんで、いい一日だったなと思います。ありがとうございました。リンゴインビーでかくしてお願いします。それではすいません、社長さんから卒業なんかをいただきたいと思いますので、こちらの方に行っていただいて、あのマイクがね届かないので、ちょっとこちらの方でローテーションな感じでいいですか。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。とてもレベルが高くてすごく楽しかったです。最初の予選の方でやっぱりペットボトルが回るところがあったんですけど、出ましょうみんな、特に上手い人は、初めての人とかはあれなんですけど、上手な人はもうどんな音で踊ってもかませると思うんで、出た方がかっこいいと思うんで、最後に出るのはかっこいいとかじゃないので、出てほしいなっていうのはありました。でもだんだんこうみんな出てきてたんで、やっぱかっこよかったです、すごく。であとはあれですね、上手なんで特にあれなんですけど、勝つための踊りじゃなくて、もちろんバトルに出るのは勝ちに来てるんですけど、勝つための踊りじゃなくて自分がやりたいことをやって、今日さっき言ってたみたいに音楽を楽しむことをやろうとしてるとか、そういう感じで自分の中で何かやりたいことをやったり、それをずっとずっと続けていくといい感じになっていくと思うので、勝つために行こうとか、こういう風にした方がどうとかっていうのを考えずにやりたいことをやってほしいです。あとはバトルで私がすごい自分でやってて出たりして思ってるのは、結果がこの人たちがやっただけであって、自分で負けてないと思ったら負けじゃないと思うんで、あんまりもちろん勝ったら嬉しいし負けたら悔しいと思うんですけど、あんまりこういうのでそこまでそんなにこうガビーンってならないでいいと思います。今日はたまたまそうだったっていうだけなので、あわらない人もめちゃくちゃいい踊りしてることがいた、茶色いちっちゃいヒップホップの男の子が私、私今日一番食らいました。めちゃくちゃ良かったです。なんか出てきてるんですけど、あそこまで久しぶりに食らったので、もう絶対いいダンサーになると思うんで、お願いします。そういう感じで、全然こう上がらなくてもすごいイケてる人がいっぱいいたし、本当にこの気にしなくていいので、やりたいことを続けてください。あとはもうとにかく楽しんでください、日々ダンスを。ありがとうございました。
頑張ってください。多分みんなが生まれる前からダンスしてると思うんで、私それぐらい続けてるからこういうところに立たせてもらってるところもあると思うんで、みんな続けてください。ダンスを嫌いにならないでください。で、なんかもう勝ち負けにこだわりすぎて、あつまんねえってなんないように音を楽しむところをもっとみんな純粋に楽しんでください。ダンスを頑張ってください。お疲れ様でした。もうほぼ、言うことなくなっちゃったんですけど、まあ大体一緒です。言いたいことは音楽を楽しむというところと、あとは自分が勝ったと思えば勝ちだし、自分が負けたと思えば負けだし、一応 1,2,3 とかベスト4とか順位はついてますけど、自分今日の部分いけてたなって思ったらそれはそれですごくいいことだと思います。その基準がないと多分ダンス続けていくっていうのはすごくしんどくなってくる時がだんだん出てくると思います。学年が上がってとか、社会人になってとかってなった時に、自分が楽しめるように、自分が自分で楽しめるように、誰かに楽しませてもらうんじゃなくて楽しめるように、まあ、音楽もそうだしダンスもそうだし見るのもそうだし、結構やっぱ帰ってしまう人が多いんですけど、最後の最後まで見てる子っていうのは絶対上手になるんで、その辺とか信じていろんなものを見てもらえればいいかなと思います。で、いろんなものをやっていただきたいかなと思います。これだけっていうよりかはいろんなのを試した上でこれだっていうのを見つけてもらうと、またいろんな方向の楽しさが出てくると思うので、その辺ですかね。やってもらえればいいかなと思います。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。